しましょう。M です。おはようございます。どうも、おはようございます。めっちゃ寝起きです。あれやろ、ライブタグ、おはようございます。どうも。めっちゃボサボサ、すごい爆発。今日はですね、新しい試み、タブレットから配信してるんですよ。ほら、携帯が手元にあるんです。すごくない？ちなみにアンジュさん、ちゃんとアンジュさん入れてるんで、ほら録画面、ホームもアンジュさんで、怖っ。あの、夢をメモしようと思って忘れるから、こっちでやってるんですよ。どこまで書いたっけ、いい写真で、ホーム画面が初めて撮った方のアンジさんの写真、かわいい。おはようございます。そう、アンジさん、ここあれにしとこう、見出しみたいなやつ、あ、テロップテロップ、手がよし、なんか元気ないからびっくりマークつけとこう。よし、オッケー、いけたよし。でもちょっと遠いな。まあいいか。眠い、さっき起きたとこなんですよどうも、おはようございます。この場合レイトはこっち、あ、もういいか、やめとこ。んで、どこまで書いたっけ。おはようございます。遊びに来て、どうも、おはようございます。今日は難波笑顔開花宣言公演です。ぜひぜひ来てください。すげえ、みんなぴょんぴょんしてる。おはようございます。もうな、時間が経ったらな、忘れてまうねんな。
覚えてる時もあるねんけど、忘れてる時のが多い。じゃあ光反射するな。抽選で当たるミニタオル、ああそう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 、サイン入りになりました。前もやってたんかな、でなんか戻ったみたいな、再び開始みたいな感じになりましたね。そう、ハリボーが現れてでかくなってる。そうなんだよ、ハリボーがね、昨日あれなんです、湖ちゃうわ水たまりに落として、やばくない？ちゃんとコーン持っててんけどさ、握力が足りひんかった、水たまりに落ちた。かわいそうに。そうなんかな、終わってた最近のやつ。いつの間にか終わってまた始まるっていう。まあ再開の一発目の声に出れるんで、すごいなんかおめでたいのかおめでたくないのか分からんけど、おめでたいですね。あー、いっそのこと直接もらえたら。確かに告白の空砲公演の時みたいにさ、バーンってさ打つやつあるやん、あんな感じでさやったらいいんじゃん。あんな感じで中にタオル詰め込んでパーンって打って、上に打って、で落ちたところに、そのヒラヒラーって落ちてきたところのをキャッチした人がみたいな。月曜日も劇場やね。そうそうなの。右になんかいるんだが、あるよ。これはハリボーじゃなくてですね、ハリーちゃんです。あ、かわいい。ちなみにこのハート、この子のじゃない。勝手に持たせてるだけ。このお手手が何とも言えんな、かわいい。お買い物行った時に一目惚れした。かわいいってなって、お誕生日やったと思う。このほっぺたがなんかでかくて、ちょっとぶちゃかわな感じが好き。かわいい、超かわいい。一目惚れしてさ、そうプレゼント、お誕生日プレゼント買いに行っててんよ。で一目惚れしてかわいいってなって、この子にしました。ハリー、名前忘れてないか、ごめんやん、ごめんやん。誰ってなったけど、でかい。そう、割とでかい。それは何の動物？これはハリネズミです。ハリボーと一緒です。ハリネズミって可愛くない？わかるよね。そうだよね。何時から始めたっけ？え、これってもしかしてさ、あれギフト出えへんようになってる？もしかして、あ、こっちや。佐藤くんさん、ギフトありがとうございます。ちょっと待って、めっちゃくれてた。もしかして RC さん、ギフトありがとうございます。おでん屋さんもギフトありがとうございます。モフ兄さんもギフトありがとうございます。やば、コメントだけのやつなしさ。村人 T さんもギフトありがとうございます。ムーチョさんもギフトありがとうございます。ソルさん、ギフトありがとうございます。高秀さんもギフトありがとうございます。あれ、戻っていく。まさしさん、ギフトありがとうございます。上田和樹さんもギフトありがとうございます。よいちさん、ギフトありがとうございます。ワンタンメンさん、ギフトありがとうございます。やば、ゆめゆめさんもギフトありがとうございます。よし、 OK。
ありがとうございます。おはようございます。ゲーム好きのオイラはハリネズミと言ったらソニックになっちゃう。ソニックって何やろ。ソニック、なんか青のやつ。あ、合ってた。すげえすげえすげえ。この子ハリネズミやったん。ハリネズミなんや。合ってた合ってた。すげえ。やった合ってた。いつも DM を Netflix でかけてるんですけど、あの DM のところに行き着くまでに何回かあれ流れてきた、表示されてた。見てないけど見てないけど表示されてた。RC さんギフトありがとうございます。なんかここら辺のさ、ここら辺のさ、トトエモンさんギフトありがとうございます。ここら辺の髪の毛って触りたくなれへん。特に意味もなく。実写の映画ですかな。実写なんかな。めっちゃアニメっぽかったで。アニメみたいな感じやったけど、そう、青いやつが動いてた。あ、これアニメなんやと思って。あ、真鍋アンジさんのやつ使ってる。すげえすげえ。真鍋アンジって書いてる。すごい。おはようございます。いいないいないいな。しかも1位やん。すげえ。あ、花火アンジさんまだおる。人気やな。すごい。なる兄さんギフトありがとうございます。何分から始めたっけ。もう45分。で今何分やってるやろ。あ、さきちゃんのアバターが手に入らない。アバターどうやってやってやるの。センターさえ起こしましたか。してないです。が見に行こうかな。何日やったっけ。何日かによるねんな。でそのセッターは何時やったっけ。何時ちゃう、何日やったっけ。31分から46分。まだ14分くらいか。水曜日21日。あ、じゃあギリ夏休み1日前とかかもしれん。1日かどうかは分からんけど、何日か前とかやから。だよな。でも終業式やったら終わんの早いから全然見に行けるかもしれん。平日となると特に見に行こうかな。ていうか普通の学校の日でも見に行くけどな。行こうかな。見に行こう見に行こう見に行こう。あ、15分が経過しました。69日。すごー、続いてるな。明日から70日目。これはランキングはこれか。おお、めっちゃ見やすくなった。全部表示される。13位がタカさんありがとうございます。12位がマチカネフクキタルさんありがとうございます。あれあれ変わった。12位がタカシさんありがとう。じゃあ13位がタカシさんありがとうございます。12位が前田さんありがとうございます。あ、11位がムーチョさんありがとうございます。10位がしげやんさんありがとうございます。9位がやんゼロゼロ8さんありがとうございます。
8位が上田和樹さん、ありがとうございます。7位が佐藤くんさん、ありがとうございます。6位が鉄板さん、ありがとうございます。5位がモフ兄さん、ありがとうございます。4位がゆめゆめさん、ありがとうございます。3位がワンタンメンさん、ありがとうございます。2位が RC さん、ありがとうございます。1位がなる兄さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、いつもの いつものやつで終わりたいと思います。よし、あれ音がちっちゃかった。寝てまうわ、ほんまに朝やからな。特に後ろの壁のイラストが可愛いです。おお、あれです、生誕祭、初生誕祭の時の飾ってます。まだよし、ということでありがとうございました。じゃあ今日は南波映画開花宣言公演があるので、ぜひ皆さん劇場か DMM でご覧くださいませ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございました。またもう一回気が向いたら配信するかもしれない、気が向いたら。よし、バイ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 。